ケニア音楽のミニライブが開かれ、児童たちは文化交流を楽しみました。多摩小学校を訪れたのはケニア人ダンサーのオモンディ・オニャンゴさんとアフリカの打楽器奏者の永原源さんです。2人は全国でライブを行っていて、以前から交流のあった多摩小学校の関係者からぜひ子どもたちにも聴いてもらおうと声がかかり、多摩小学校を初めて訪ねました。ミニライブでは多摩小6年生15人がウゴマとジャンベと呼ばれる太鼓を使ったケニアの民族音楽を鑑賞しました。ノリのいいジャンボバーナでは子どもたちも一緒に演奏したり踊ったりしてケニアの文化に触れていました。ケニアの人と日本人の人は服装とか太鼓の形とかが音とかも全然違うので、いいなんかこう体験とかができたかなと思います。あ、すごい楽しかったです。みんなダンスの上手です。ケニアの音楽を楽しんだ後は児童がソーラン節と和太鼓を披露し交流を深めました。